皆さんこんにちは、ケイタです。ママとパパはいつも僕のことをゴミにしか思ってないので、この企画、僕が体調不良になったら心配してくれるのか検証していきたいと思います。イエーイ、それでいきましょう。ブス。余計悪化しちゃうよ。あのね、昔のゲーム機と一緒よ。もう叩けば治るんだから、そんなの知らないわよ。うん、分かった。分かった。ほら、ほら、勉強でもしなさい、さつと。やっぱり心配してくれませんでしたね。じゃあ次は、僕が遊びから帰ってきて骨が折れてたら心配してくれるのか検証していきたいと思います。それでいきましょう。なんか、脚気検査やって。いきまーす。はーい。すごい、本当になる、これ。ああ、野球して遊んでたら友達にぶん殴られて骨折れた。そうなんだ。お前、それはお前が悪いよな。治療費ぐらい自分で稼いで払えよ、この。さあ、行けよ。あのクソ親父、覚えとけこの野郎。じゃあ次は、僕が高熱を出したら二人とも心配してくれるのか検証していきたいと思います。それじゃあいきましょう。ねえ見て、95度も熱出てる。知るか！熱さのシート貼ってやってんだから黙って寝てろ！何あの子。ああ、タッカ、なんか私もタッカに恋して熱出てきたみたーん。知るか！ああ！ダメですね、あいつら。じゃあ最後は死んだふりをしたらどんな反応してくれるのか検証していきましょう。ああ。何やってんのこの子。ケイタ、ケイタ、ケイタ死んでるよ。どこら。さすがにヤバいって。まあまあ、ここにあっても邪魔だしね。海に行きましょう、そしたら。そっち持って。うん、行くわよ、せーのっと。よいしょ。あ、重たいわね、これ。いや、重たいわね。よし、いいわね。よし、よし、スッキリした。よし、行きましょう。先生した。よかったね。次の子供の名前何にしようかな。めっちゃ心配しろ。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけれど、どちらかというとこの歌は楽しい方かな。おい、今あんた私の髪で笑ったでしょ。違う。ああ、もう大きく出さないでよ。いい感じでくっついたね。キリンってなった。いや、あ、俺、うん、なってないよ。ダメだ。何が。サンバー。